皆さんこんにちは、あやぶちゃんです。先週も、スーパーで買ってきて、まあこれも同じく、まあたまにはラーメンか焼きそば食べたいんでこれを紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃん。ごつ盛り、塩焼きそばです。麺 130g 大盛り、しかもバジル入り特製スパイス付きですね。これ何がすごいかっていうと、まあ塩焼きそばで、しかもバジル入りで特製スパイスはまあなかなかないと思いますんで、早速ですが作っていきましょう。はい、今お湯沸かしている状態。早速ですが、ごつ盛り塩焼きそば、バジル入り特製スパイス揚げていきたいと思います。はい、入っていたのがスパイス、液体ソース、火薬ですね。まず最初に、火薬入れていきましょう。火薬投入。全体にね、お湯を、もうそろそろお湯が沸いてきましたね。で、お湯イン。そして蓋閉めて、その液体です。のせます。3分後またお会いしましょう。はい、3分間経ちました。早速ですが湯切りしていきたいと思います。じゃーん。まずは液体ソースを入れましょう。まずまーす。やべやべ、こぼれちゃった。はい、そして、で、最後はこの方、スパイス。これ上に貼り、取るから。スパイスかけまーす。どう？やべ、スパイス飛び散っちゃった。今度も混ぜましょう。
さあ、この特製スパイスの香りをもう楽しみだね。ようやく完成しました。ごつ盛り塩焼きそばの、混じり入り特製スパイス付きです。いや、これ特製スパイスがとてもいい香り、しかもバジルの匂いがするんです。これは本当味が楽しみです。すぐですか、いただきます。いや、これ絶対うまい。塩焼きサバのバジルが入ってうまい。いや、これほんとバジルの特製スパイスがとても効いていて、すごい風味を感じながら美味しく食べれますね。最後の一口いただきました。最後の一口いただきます。食べ終わりました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ごつ盛り塩焼きそば、バジル入りの特製スパイスはいかがだったでしょうか。まあ味の感想としては、なんか今回はバジルと特製スパイスが入っていて美味しかったのと、あと塩焼きそばがまあとてもいい感じして、まあ混ざってすごいなんかうまみを感じたなっていうふうに思いました。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。